マリンドラは、イタリア共和国、アブルッツォ州ペスカーラ県にある、人口約1500人の基礎自治体、グランサスソの登録であり、ロッカカラッショの近くに位置する、ペスカーラ県北西部のコムーネ。テイラモから南南東へ2 6トル県とペスカーラから西へ3 2トル州とラクイラから東北東へ3 6トルの距離にある、 隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の手はテーラモ県 A 級はラクイラ県所属を示す。グランサッソイアマカイの中で東部に位置するか、ミーチャ山群の登録に位置する。当地に源を発するターボ川は、ファリンドラ集落の傍らを東へと流れ、下流でサリーネ川となりアドリア海に至る。この地域は、すでに新石器時代から人類が住んでいた。 11世紀に、ノルマン人により作られた、中世の村が発見されている。1933年に起きた地震により放棄された。2017年1月19日には、頻発した地震によって誘発されたと見られる雪崩が、郊外のリゾートホテル、ホテルリゴピアノを直撃する災害が発生、多数の宿泊客が巻き込まれ、複数の死者が出た。 ファリンドラには以下の分離集落がある。ありがとうございます。